これがね、かわいいじゃん、かわいい。どうもジャガリキです。今日ですね、もう私もうダメになってきました。お酒が悪いわけじゃなくて、人間がダメなんですね。お酒悪くない、お酒飲んだ人間が良くないと、そういう話でございます。そんな私が終わる前に食べたいもの、これはね、やらしてくれと、今日の予定に全くなかったんですけども、僕の大好きなおつまみでございます。カマンベールのなめろってのがあるんですよ。俺大好きなのこの甘いし、甘い味噌で食べるカマンベールなんですけども、これが最高に美味しいんで、今回は僕がぶっ潰れる前にこれを食べてぶっ潰れたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料がいます。まずカマンベールチーズを一つ、これね、半分にしますから、半分です。長ネギがまあ適量ですね、4分の1とか5分の1ぐらいでいいですね。はい、大葉が2枚ね、みょうがが2分の1、そうそうやっていきます。まずですね、この山なめろうってのはもう3軒目の居酒屋でみんなで頼んでチビ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 やるような料理なんで、3軒目に行く仲間と一緒に飲みたいですね、やっぱね。3軒目の仲間が作ってもらっていいですか、僕の。ありがとう。じゃあ達也に作ってもらいます。今日はそんな酔ってないですか。かなりいい感じですよ。かなりいい感じ。もう今すぐ3回やりたいぐらいです。乾杯。エース。ああ、終わりの始まりでございます。ということで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあまずね、お野菜切ってきます。長ネギ。まあ、輪切りですね。味噌とね、一緒に食べるような感じだね。これぐらいネギの感じ。大葉なんですけども、千切りにしていきましょう。これでね、大葉爽やかさプラスしていく。みょうがね、みょうがはいろんな切り方なんで、こういう切り方もあるんですけども、今回はね、斜めに切っていきます。非常にいいですね。はい、そしてカマンベールチーズ、大体半分でいうとこうやって切りますよね。でもね、違うんですよ、こう切るんです。はい、縦に切る。ちょっと思い切りましたけども、おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。こんな感じでちょっとね、チーズの形が崩れましたけども、後でね、こうやって伸ばせば大丈夫なんです。はい、じゃあカマンベール半分切り取ったやつでございます。で、ここになめろうっていうぐらいだから味噌なんですよね。まず味噌小さじ1杯、はい、これで味を決めていきます。で、お砂糖、お砂糖小さじ半分、お水で、味の素、これなくてもいいんですけども、一振りしてください。そうすると深みが出ます。で、これ混ぜてください。わかりますよ、こんな感じ、うん、このいい感じの味噌だれができたら、かまん、かまん、これがね、これカマンベールに味噌つく、超おー、超合うんだね。そしてここに、で、ラップかけないです。チーズをとろけさせたいんで、このまま30秒から40秒、ちょっとチンします。まあちょっと温めたらね、温まってちょっとチーズとろけちゃいましたけども、で、ここにさっき切ったネギ、ネギ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 を入れます。で、ここに大葉、ラブゾバで、ここに上にね、みょうがですね。まあ、まあこれね、あってもなくても美味しいんですけども、あった方がなめろっぽい。じゃあここにルヴァンがあるんでね、かわいいじゃん、かわいい。ということで、ルヴァンパーティー開催です。私最初にハイボール飲んでたんですけども、このカマンベールのアベロは絶対日本酒なので、日本酒いきたいと思います。これ絶対最高のマリアージュ神戸時代から、いいですか。箸いけないんだ、これちょっと取って取って、クラッカーに乗せて、ちょっと切って、いただきます。やば、いろんなもう味がやばい駆け巡ってる、うまいだろチーズのとろっ
ット具合めっちゃ見ますね。そう、半分に30秒だけ加熱すると、とろっといく。カマンベールだけだと、薬味と味噌だれがかかるとクラッカーに乗せてんだけど、日本酒じゃねえこれ。めっちゃ合う、ほんとに合う。うまいよね。マジで合う。みょうがとか大葉とか、ネギの風味と、味噌だれと。で、シンプルにさ、すっごくお酒飲みたいつもりじゃない。なる、これマジで美味しい。これはちょっと、この段階で来るとちょっと加速しちゃいますね。こんな簡単なのに出すとこないんだよね。カマンベールと味噌合わせたとこって合わないから、いいでしょこれ。最高、はい、吸い込みがすごい。キュンすごい。ごめんなさまです。はい、ということで今回のカマンベールどうしましょうか。これはね、でもねマジでうまい。甘味噌とのカマンベールの相性、そして薬味との相性、そしてクラッカーめちゃめちゃ感じていただきたいので、ぜひこれ試してみてください。絶対に幸せになります。